光女レバンテ監督系のものを続きやっていきたいなと思います。今日はトレシコとのスーペルカパ準決勝を挑んでいきたいなと思います。で、昨シーズンもねこの大会参加して決勝でね敗れてしまったんですけど、今シーズンこそはタイトルを取れるようにね、まずはトレシコとの試合、まあ今シーズンも1試合戦って、その時は勝ってたので2連勝を狙ってね戦っていきたいなと思います。で、1月入ったので移籍市場が空いたということで、まあ、誰かしら選手もね獲得していきたいなとは思っています。ということで、まずはね今日しっかりアトレチコ戦勝っていきたいなと思います。では参りましょう。本日の相手アトレチコのスタメンは元チームメイトペドラサは今日はベンチ入りしてますね。いやでも、そう、442でアトレチコ本当はなんか433で今日やってみようかなと思ったんですけど、まあ、レバンテはいつもと変わらぬ3421で今日は挑んでいきます。で、キーパーがマルドナドで、まあ、3バック1番は、3枚3エースベテルベリーですね。で、ポロ、カンパニー、オクチル、デイビスも一緒で、バルディ、ロベルト、シャドウ、トップナルでやっていきます。基本的になんかベストメンバーかな。まあ、モラレスはちょっと多分この試合勝って決勝やることになったら中3日とかなので、まあ、疲労を考慮してベンチスタートでやっていきます。まあ、攻撃陣はみんな調子がいいので、まあ、そういうところをねしっかりうまくやりくりしながら立てたと勝っていきたいと思ったので、モラレスは今日はベンチスタート。いや本当にこの1月かな、スーペルコパ、まあ、2試合やるとして、でリーグ戦もね、ビルバオ、ソシエダ、セビージャかなっていう、もうわけわかんない試合日程で大変なので、と心配、本当にもっとメンバーやっぱ取った方がいいのかなって若干思っている。で、4月もねアトレチコ、バルサ、レアルってね、リーグ戦戦うことになって、それプラス CL 勝ち上がってたらそこにねまた強敵入ってくるんで、ちょっと補強はマストかなって思ってます。さあ、これコナン、いや本当になんかさっき言ったんですけど、今日433とかにして、ボランチを3バック、攻撃時3バックみたいな感じにする、サリー型のシステムでやろうかなと思ったんですけど、なんかこのタイミングで変えるのもちょっと怖いなって思ったので、まあ今まで通りの3421でやってるんですけど、まあ、このままなんか拮抗するようでしたら、ちょっとそういうのも試していきたいなっていうふうには思います。頭の片隅に入れておこう。ただピンチ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 、いやべぞ、ナイス。いや待て、まだやばいやばい、よしベゾ、ナイス。カムナル拾った、カンパーニャ、うん、個の能力強い、高い。これリスタートやってほしい、ここからの振り切り怖いからリスタートやってほしい。やってくれリスタート、どうしよう、誰か誰か、サイエンス、間に合え間に合え、おお、よかった。もう理不尽フリーキックで決められるのはコリゴリ、あ、まずい、よし、さあ拾える、これいいんじゃない、これ取れ取れ、あー、でもいいいい、これはめてはめていきたい、はめていきたい、はめていきたかったけど全然はまんなかった。マイボールにしたいよね、こういうところは。やっぱりやっぱりやっぱり、このシュートも、シュート危ない、おお、ナイスキー。いや、もうちょっと一旦つなごう、よし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 、危ない危ない危ない、いやー、この時間帯ずっと危なかったな今。ただチャンス、デビス、あ、出ちゃうか、これ強かった、あー取れない、うーん、やばい、打たれる打たれる、おお、ナイスキー、マルドナド、ピンね、ナイスキー、よく止めたわ、ここまた確定演出シュート来たけど確定演出じゃなかった、よし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 、この時間帯なんとか粘って一発一発クリア、行きたいな、これいけるか、お、わあ、全然キープできないのよね。
やばい。よし、よし、よし。さあ、これ、いいんじゃない？相手もそんなに枚数いない。よし。これを振り切って、かわして、かわして、そんなかわせなかったけど。さあ、いいんじゃない？ポロ！ポロ！ポロ！うわぁ。決めたいよ、今。ポロ、ポロ、ちょっとシュートがね、決定力ちょっとあれだね。気になっちゃうね。まあまあでも一本の形作れたらよかった。こっからよ、こっから。まあでも前半あと30分、もっと残り10分。まあ、いや、いける。1点取って終わりたいな。あー、キープしたい。こういうところを狙って。金ペンめ強い、お前。お前なんだ、くっそ。強いな。まずい。あれ、そこ真ん中抜けられたら怖い。いや、待って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 。おー、ナイスキー。あー、もう全然、なんかこの間もこんな感じだったな。前半戦何かを変えないといけないのかもしれない。やばいやばい。おい、よし、キープ。あー、もうキープ。おいやー、奪いきれないんだよな。あの、これいいんじゃない？あー、ダメだ。いやー、もうここも、いやでも待って、ラストいけるかこれ。よし、よし、来た。ポロ、頼む、今度は決めてくれ。惜しいけども、惜しいけども、なんかいつもちょっと左なんだよな。周期6万、周期6万はまたしても決めれませんでした。まあとりあえずこれで終わりかな。ちょっと、まあ、相手ペースだったかな。まあ、何本か形は作れましたけど、もっとな、もっと攻撃的にいきたい。まあ、支配率、相手がもう 60% 近く占めてて、シュート数も7本かな、相手、うち2本で。だいぶやられてますね。この、スタッツで勝てるのだろうか。さあ、いいよ。さあ、まず1本目、後半、チャンス作りたい。よし、来た、ロベルト。うーわー、打てん。もっと簡単にね、そんな難しいことしなくていい。君がいてくれるだけでいいからっていう感じ、イメージよね。そこにいるだけでいい。どういうこと？もうウィングバックが裏を狙う作戦みたいになってるけど、全然もう ね対策されてるよ。オフサイ。いや、どうする。ちょっとウィングバック攻撃的な選手入れて一気にも仕掛ける。どうするか。さあ、これいいんじゃない。おお、あれー、そこは連動してくんないの。それとめっちゃナイスボールじゃん。えぐ、絶対もツイッターであれ出回るよ。出回るというか、ヒメレスかな、あれ。パスがえぐいみたいな。あのマルセロのね、ハーフボレーパスみたいな感じで出回るな、あれは。ツイッターで拡散される。よし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 、こっち。いや、金ペンビじゃん。それは聞いてない。それは聞いてない。お、ただ。来た。お、PK？ 来た。来た来た来た。来た。これは沈めたい。これは沈めよう。え、待って、やばい。こっち。
ちょっとまず PK のちょっとあれだね、タイミングフィニッシュ悪かったし読まれてた。いやーコースは良かったらな、最悪。やばい、盛り上がってる、アウェーだしな。81分か、まだメンバー誰も変えてないな。おい、よく知る、よく知るに、いやいやいや、よく知る上がっちゃった、よく知る上がっちゃった。ケアをしないと、やばいやばい、やばい。ここも1点勝負だな。やばい、よし、デイビスナイス。こっち近辺秒振り切りたい。ああもう天才か近辺で。よし、繋いだ。よし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 、えい、いや、いい位置。これベンスドール入れて、ベンスドールまたここで決めさすか。いや、これベンスドールあるな。さあ88分、9分か、グレイじゃねえや、デイビスとカンパーネ下げてモラレスとベンスドール投入しました。でもこれベンスドール、バルディが全部数値高いわ。じゃバルディでいくか。これで、うーわー、ダメだったか。ベンスドール入れた意味ないやん、フリーキック要員で投入したのに。まあ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 、大丈夫大丈夫大丈夫。ファル、やばいやばいやばい。うおー、コーナーコーナー、ロスタイムじゃん。もうさっき89分だったか。これをおとりに使う。スペンスドール残せ残せ。いい、これ延長入るやつ。うわー決まらなかった。さあ延長やっていきましょう。だいぶね、後半盛り返してシュートも5本、相手は1本も打たせてないね。で支配率も48ぐらいまで来て、かなり後半は圧倒した展開をできたと思うので、まあ完全に勢いはこっちに向いてると言っていい、言っていいけど、まあなんかやっぱ怖さがあるよな。いやー、あのフリーキック PK 決めたかったな。あれを決めてたらもう試合決まってたって、まあ、言えるのは簡単なのでね、そんなこと言ったところでどうにもならない。よし、サモラレス、いやー、よし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 、ナイス、よくキープした。よしよし、いいぞ。さあ、あ、でグレイをポロに変えてグレイ入れました。あ、いやー、おー、でモラレスが左のシャドウですね。でロベルトが左のウィングバックになってます。まあ、なのでさっき言ってたウィングバックをちょっと攻撃的な選手にして、本当により攻撃にパワーを入れるっていう風にしました。また延長入ったんでもう一枚選手変えれるので、まあ、誰変えるか大事になってくるのでね、まあ、慎重になりつつも最高のね選手交代したいですね。さあ、うん、クロス上げてウナル、うわー、いや待って、リスタート早いよ、まずい、やばい、逆サイもちょっと怖いな、怖い、やばい、やばい、オープンで、オープンで、オープンで入ったかと思った。マルドナ止めたのか、ナイスキー。これどうなったの、今完全にやられたと思ったけど、ナイスキーか。うわ、ナイスキーナイスキーナイスキー。とりあえず前半、延長前半これで死のう、仕切り直したい。あ、でも待って、あれ無理だな、これ。蹴るか、え、めっちゃ内包じゃねえこれ。あ、ちょっときついか。ボールはすごい良かったけど、いやー大変だな、メンバー交代大変だ。ヨクシルを下げてメンデスを起用しました。でバルディを左のセントラルに置いて、
モラレス右シャドウにして左のシャドウをメンデスっていう感じですね。もう完全に攻撃的。いやー、おいし。ほ、さあ、うなる。来た。いや、待って、違う。ロベルトもっと走ってくれと思った。でうなるで打ってよかったな。こういうの多いんだよな。なんかもう、そういう確実に行こうとしすぎ。サッカーはそういうところじゃ。勝てはできない。勝ちはしない。勝つことはできない。ダサいな、今、すごい言い直したな。いやー、PK は嫌だな。PK1 回でもしんどいのにさ、すごい体力持ってかれるのにさ、それを PK 戦とかいう、もうわけわかんないシステムで、ね、何本も蹴るのはもう、ちょっと持たないです。OK。よし、ロベルトか、メンデスだったらスタミナもう最強だったんだけど、ただもう疲労でね。いや、ごめんね、ロベルト、よく戦ってるよ。これ待って、決勝行ったら大丈夫？スタミナやばくない？よし、来た。うず、くそ、あんなん強っ。理不尽に強え。終わりかな、終わっちゃうかな。うわ、スコアレスで PK か。いや、マジでやだ。いや、だからオブラクスタートかい。オブラクスタートかい。おー、よし、よし、よし。落ち着け、落ち着け。落ち着け。2連続右へ来ない。よし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 、止める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 ぞ。もう一回右。よし、いいぞいいぞいいぞ。どうする。よしよし、いいぞ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 。これストレートで決まっちゃうっていう淡い期待はしない。今度は左。ストレートで決めれる。しかもね、3本目が一番外すと思ってウナル、一番 PK 能力高いウナルを持ってきたっていう、これ作戦勝ちじゃない？こっち行くわ。止めるか。嘘やん。で、僕何やってんのあれ？何してんの？今ミスったな。キンペンベ。こっち。あー。でももう決めれば勝ちだから。次ロベルト。あー、どうしよう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 。どうしよう。もう一回。でもね、やっぱ左利きは右を狙った方が、ね、入りやすいっていう持論。よっしゃー、これ持論。マルドナドと抱き合おう。やったー、決勝進出。いや、マルドナドもナイスセーブ。よかった。やっぱ左利きは右に狙うっていうのがいいっていうのはね、もうファンペルシーとかずっと右だもんね、いつも。いやー、よかったよかったよかった、勝ってよかったです。はい、ということで、アドレス予選0対0で PK3 対1で勝利することができましたね。決勝がバルサに決まりましたね。まあ、レアルよりかはバルサの方が、まあ、勝てるのかな、わかんないですけど、まあ、周囲の相手なんでね、リーグ戦では、ちょっとまた難しいとは思うんですけど、しっかり決勝勝って、このスープレコバタイトル取れるようにね、やっていきたいなと思います。それでは、今回これで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。以上です。ありがとうございました。